ねえねえ、せいさん。どうしました、まつりさん。サンタにね、なりたいの。またいきなりですね。どうしてですか？だって、この時期、サンタさんって大人気じゃん？今、サンタになれば、世界中から注目されること間違いなしだよ。じゃあ、わかりました。まつりさんが、サンタになれるかどうか、テストしましょう。サンタになりたいかお、おーというわけで、クイズサンタ！今回はですね、サンタクロースにまつわるクイズを僕が用意してきたので、うん、まつりさんはそれに答えてください。はい。いきますね。第1問。毎年7月に世界のサンタクロースを集めた世界サンタクロース会議が行われている国は一体どこでしょう？どこだろう？待って待って、どこどこ？でもサンタさんってなんか寒いとこにいそうだから、じゃあ、いいですね、じゃあ、北極？待って、でも南極も寒いよな。北極で。北極。うん。残念。違うの？答えはデンマークですね。わかんないよ、そんなの。わかるわけないじゃん。いやー、惜しかったですね。じゃあ、第2問。クリスマスの時期になると、よく聞く言葉。うん。ノエル。うん。これはフランス語なんですが、一体何を意味する言葉でしょう？なんだろう、ノエルってなんかちょっとティッシュっぽい名前だなって思う。ティッシュかトイレットペーパーか、でも確かに冬はお腹壊すことも増えるからトイレットペーパーかな。もう一回くらい答えるチャンス与えてもいいですよ。じゃあティッシュって、なんかね、なんとかエールって言うじゃん。あー、なるほど、そういうことなんですね。なんとかエール。残念。ダメだ。正解は、クリスマスです。なんでクリスマスへのどの文字も入ってないじゃん。いや、フランス語でクリスマスはノエルっていうらしいですよ。知らなかった。最後の問題です。はい。最後はなんとですね、自由演技となっております。得意。ここで僕がサンタさんを待つ子供になるので、まつりさんはサンタになってそれにうまく対応してください。はい。あ、サンタさんまだかな。すや、おはようございます。ちょっと待ってください。違う、はい、なんでよ。それは違います。あの、最終的に起こすやつなんで。いや、だって、よく寝てるなと思ったからもうこれしかないじゃん、マイク持って。だってそれじゃ、マイク持って最後こう、なんかバズーカでドーンって起こすとか。僕の寝顔を全世界に晒すやつじゃないですか。違います。次行きます。あー、サンタさん来ないかな。すや、あ、よく寝てる。あ、じゃあちょっと今がチャンスだね。あ、こんなところに。いや、これはね、よくあるパターンですね。何番かな。2、4、5。開かないな。ダメだ、いくら持ってやがる。ちょっと待ってください。違う。なんだよ。違う。盗もうとしましたよね。だって置いてあるんだもん、ベッドの下に。違う。置いてあるんだ、置いてありますよ、それ大事だから。プレゼントと交換。いや違う、そういうシステムないんで。サンタそういうんだと思ってました。だってね、プレゼントばっかあげてたら赤字じゃん。まあそりゃそうなん、それがサンタなんですよね。ダメです。もう一回いきますよ。もう最後のチャンスですからね。いきますね。サンタさん来ないかな。すやん、あ、よく寝てる。いい子にしてたご褒美だよ。ごめんね、最新のは買えなかったの。これ、私も遊びたい。いや、ちょっと待ってください。遊びたかった。違う。今遊びたかった。そうですよね、プレス起動しましたもんね。遊びたかったの。もうわかります。ダメ。せっかく。やめてください、それ良くないです。いやー、びっくりした。というわけで、ここまで3問やっていただきましたが、まつりさんは、サンタクロースに、なれません。不合格です。え、なれますじゃないの。なれません、無理です。ここまで頑張ったのに。そのサンタクロースになるにはもっとたくさん頑張らなきゃいけないんですよ。なれますされません。はい、ほら、もうたくさん頑張んなきゃいけないんです。なぜなら、名前にあるじゃないですか、サンタクロース。
Thank you.